ーリスナーの皆さんゲレン大島ですいつもご愛聴ありがとうございますさあ、えー、三振と作曲の僕ゲレン大島そして素晴らしいギタリスト梶原潤さんとのユニット「ココムジカ」なんですが随分、えー、長い間「オッターバリスナー」の皆さんにも応援していただいています、えー、そして、えー、僕たちココムジカが初めてライブをしたのが2010年の10月23日だったんですね、えー、ということで まもなく、えー、その初ライブから「えー、僕たちココムジカ」は10周年を迎える、えー、ということになるんですけれども、まあ、今年はですねなかなかこういった状況の中で、えー、リスナーの皆さんも一緒に、えー、来ていただいてですね、えー、このココムジカの10周年を祝う。 ライブでもやりたかったんですけれどもそれもままならない中、えー、先日10月10日には「えー、天王洲キャナルフェス2020秋」えー、これ配信イベントとして行われたんですけれども、えー、このイベントに出演させてもらったことでですね、えー、まあ10周年をリスナーの皆さんにも、えー、10周年のライブということで短い時間でしたけれども、えー、ご視聴いただくことができたんじゃないかなと思っています。えー、リスナーーのの皆さんからも、えー、色々ご感想のメッセージえーいただいて 来まました本当にありがとうございます、えー、そしてですね、えー、10月20日の放送ということになりますね「えー、明日のオッターバ・サローネ」なんですが、えー、まさにこの「こ、え、こ、ー、ムジカの10周年3日前ということになります。えー、ということで今週はですねゲストを本来ならば、えー、僕の大切なパートナースーパーギタリスト梶原純さんをですね ゲストにお迎えしてえ2人で「ココムジカ」について、えー、語り倒しながら「ココムジカ」の楽曲をたっぷり聴いていただく「えー、手前味噌のココムジカ」10周年記念スペシャルオタバサローネに、えー、したかったんですけれども、えー、梶原潤さんがですね火曜日の夜は、えー、大学の ジャズ科の講師もギターの先生もやっている潤さんもですね講義が入っていて火曜日の夜の僕のサローネにはこれは来られないということを なので残念なんですがん、えー、さんはお休みなんですけれども、えー、僕ゲレン大島がですね1 <laughs>、えー、人で、えー「ココムジカ」について、えー、結成のいきさつから現在に至るまでのお話をですねたっぷりさせていただきながらリスナーの皆さんに改めて「えー、ココムジカ」のナンバーをですね、えー、お聴きいただくそんな超手前味噌な2時間にしたいなと思っています。えー、ココムジカこれまでに えー、この4枚の枚アルバムをリリースしてきました、えー、オリジナルの、えー、セルフタイトルのファースト、えー、それからセカンドそしてサードが3ここ文字が3があってそれから、えー、もう一つこの、えー、フランスのクラシックをメインにカバーしたアルバムというのもあるんですけれどもこの4枚のアルバムからの曲、えー、そしてですねそれに加えてこの間オッターバーのアーカイブをですねいろいろちょっと、えー、検索していたら。 えー、かつてですね無印良品のカフェで、えー、オッターバー主催でですねリスナーの皆さんをご招待したライブイベント、えー、でここ無地か」ココが演奏した日がありましたその時の、えー、録音が残っていたのでそんな秘蔵ライブ、えー、音源もですねちょっとお聞かせしようかななんていうことも思っています。えーぜひぜひ リスナーの皆さん、えー、明日10月20日火曜日18時から20時の「オッターバーサローネ」えー、僕、ゲレン・オシマが手前味噌で自ら語り倒す、ここムジカ10周年スペシャルにしたいと思っています。ぜひぜひひお聞きください。